ゲーミング PC を選ぶとき、皆さんは何を重視しますか？性能はもちろん価格も重要ですし、静かで快適にゲームを遊べたり、高い買い物ですから長く使えることも大切ですよね。今回は見た目特化型。お借りしたのは、アストロメダのアクア V2 スノーエディション。主なスペックはこんな感じ。標準モデルの価格は27万円ちょっとですが、メモリと LED ストリップのカスタムも追加すると29万円くらい。Core i7 と4070の組み合わせなら、安いところだと20万円ちょいで買えたりするので、正直価格はだいぶ高め。とにかく1円でも安くゲーミング PC を買いたいという方にはおすすめできません。自分で組むのは大変だし、でも見た目にこだわった PC が欲しい。という方におすすめの1台かな。搭載パーツの特徴や定番ゲームでどれくらいフレームレートを出せるかなど、わかりやすくまとめたので、ぜひゆっくり見ていってください。まずはケースから見ていきましょうか。ベースはサーマルテイクの H200TG のスノーエディションで、アストロメダ仕様にフロントパネルがカスタムされているみたい。強化ガラスのサイドパネルはツールレスで簡単に取り外せます。ライティングがわかりやすいように、照明を落としてみましょうか。フロントパネルのライティングは、ケース天面のボタンで変更が可能。発光パターンは結構たくさんあるみたい。長押しでライティングを消すこともできます。ケース3は前面に3台、背面に1台搭載。市販品だと RGB 非対応のファンが背面に1台のみなので、メーカー側でカスタムしてるみたい。これだけファンがついていれば冷却面の心配はなさそうです。少し気になったのは、Type-C のポートが一つもないこと。ケースの入出力端子はまだしも、背面側にもないんです。マザーボードは ASRock の B660 Pro RS を採用。必要十分なスペックではありますが、せめて一つは Type-C のポートがあると便利なんだけどな。個人的には有線 LAN が 2.5GB に対応してないのも気になるところ。内蔵型のキャプチャーボードとかも増設できそうですし、M.2SSD の空きスロットも2つあったり、拡張性は十分だと思いますけどね。カスタマイズで Z790 の Pro RS に変えることもできるので、予算に余裕があるならアップグレードしてもいいかもです。内部パーツのライティングはマザーボードの制御ソフトからカスタマイズが可能。ケースのライティングが同期できないのはちょっと残念ですけど、結構いろいろいじれて楽しいです。今回お借りしたモデルは LED ストリップがカスタムされていることもあって、ライティングをオンにするとかなり部屋が明るくなります。PC をどう光らせるかはセンスが問われるポイントですから、お部屋の雰囲気に合わせてカスタマイズしてみてください。ストレージはヒートシンクで見えませんが、A データのレジェンド710が採用されているみたい。転送速度はこんな感じでした。Gen 3の M.2SSD としては普通レベルかな。メモリは XPG の DDR4-3200 を 32GB 搭載。ゲームがメインなら 16GB でも特に問題はないですが、動画編集など幅広い用途で PC をフル活用するなら 32GB 積んでおいた方が安心です。光らせることにこだわらないなら、ちょっと安く買えますけど、やっぱり4枚刺さってると見栄えがいいですよね。グラボは PNY のツインファンを採用。補助電源は8ピン1本。GPU-Z の情報はこんな感じね。3D マークの定番ベンチを3種類試した結果がこちら。CPU の影響を受けづらいスピードウェイのスコアを比較してみると。はい、4070としては標準的なスコアが出ていて、なかなかいい感じです。CPU クーラーは 240mm ラジエーターの簡易水冷。見た目で判断する限り、サーマルテイクの TH240 かな。ポンプヘッドのデザインもおしゃれでいい感じです。シネベンチを回してみると。はい、Core i7-13700F としてはこんなもんです。シングルコアのスコアはこちら。BIOS を確認してみると、PL1 は 125W に設定されているみたい。65W で運用するよりマルチコアのスコアが伸びているのがわかります。シングルコアは大して変わってませんけど、これはまあ誤差の範囲かな。CPU 温度もチェックしてみると、計測開始直後は PL2 の 219W まで消費電力が上がることもあって、90度近くまで上昇。その後は70度くらいで安定していました。ゲーム中も80度を超えることはなくて、そこそこしっかりした簡易水冷を使うなら、125W くらいで運用するのがちょうどいいのかもしれませんね。
騒音もチェックしてみると、シネベンチ中でも50デシベルを超えることはなくて、割と静かな方です。FF15 ベンチを 4K で回してみても、騒音はほとんど変わらず。で、ちょっと気になったのが、アイドル状態でも騒音が変わらないんです。不快に感じるほどではないんですが、何も動かしてない状態でこの騒音はちょっと気になるところ。騒音の原因は CPU クーラーっぽくて、BIOS からファンコントロールをいじってみたりしたんですが、フルスピードやサイレントなど、モードを変えても反映されず、手動で数値を入れても全く変わらなくて、ちょっと謎。担当の方とやり取りはしているので、機材返却後にチェックしてもらう予定です。あとはケースの裏配線も見ておきましょうか。なかなかのギチギチっぷりです。サーマルテイクのファンって私も色々使わせてもらってますが、ケーブルがやたらと長いものが多くて、裏側で綺麗に整えるのが結構大変です。ストレージを増設したい時とか、ギチギチに固定されているケーブルをばらすのはちょっと大変かも。ちなみに電源は 650W で、XPG のパイロンと思われるものが搭載されていました。後々のパーツアップグレードを考慮するなら、カスタマイズで容量を上げておいた方がいいかもです。ではここからはいろいろゲームを動かしていきましょうか。まずは定番ベンチを解像度ごとに回してみた結果がこちら。4070って発売当初はだいぶ叩かれましたけど、性能は3080と同等以上ですから、極端に重いゲームでなければ 4K も普通にいけます。レイトレーシング対応ゲームもベンチマークモードをテスト。サイバーパンクのオーバードライブモードは尋常ではない重さなので、4070だと 4K はちょっとパワー不足。WQHD までならほとんどのゲームは最高画質で快適に動かせると考えていいんじゃないかな。あとは定番ゲームをフル HD で動かしてみた結果です。まずはフォートナイト。画質ごとの平均フレームレートはこんな感じ。実際にプレイして計測しているので変動はありますけど、最高画質でも普通に動かせちゃいます。続いては APEX。最高画質でも平均200以上で安定するので、カジュアルにプレイするなら画質を下げなくても良さそう。低画質なら300に張り付くこともあるので、ガチ勢の方も十分満足できる性能だと思いますよ。タルコフも試してみたところ、おおむね平均100以上をキープ。敵ありのプラクティスモードでウッズを走り回っただけですけどね、最高画質でも普通に動かせます。バロラントはグラフィックが軽いので、最高画質で何の問題もなく楽しめます。オーバーウォッチも余裕ですし、ディアブロ4も最高画質で快適です。最後にツイッチで動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。このスペックなら余裕で配信をこなせちゃうのは分かっているので、フェイスリグでアバターも表示しながら試しています。配信と録画、どちらもハードウェアエンコードで、ゲームは最高画質のままです。フレームレートはちょっぴり落ちてるように感じますけど、アバターの動きがカクついたりもせず、トラブルなく配信と録画ができていました。VTuber を目指しているような方も、これだけのスペックがあれば、PC1 台でゲーム実況の配信ができちゃいますよ。ということで今回はアストロメダの白いゲーミング PC で色々遊んでみました。搭載スペック通りのパフォーマンスをきっちり発揮できていて、大多数の方が十分満足できる性能だと思います。他社と比べて価格が高めという点については、この見た目にビビッとくるかどうかがポイント。冒頭でもお伝えした通り、見た目なんてどうでもいいし、1円でも安く買えればそれで OK。という方にはおすすめできません。最安じゃなくてもいいから、ピカピカ光るゲーミング PC が欲しい。という方は検討してみてはいかがでしょうか。ちなみに、この動画公開から1ヶ月は5000円オフクーポンが使えるので、気になる方はぜひご活用ください。何を重視してゲーミング PC を選ぶかは人それぞれですから、予算や用途、好みに合わせて、納得のいく1台を選んでくださいね。では今回の動画は以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。動画の感想や要望、ツッコミなど、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。